COCOA ココっていうアプリが、あのー、機能を停止したらしいですね。サービスの停止でございます。COCOA、えー、ココっていうのは、確か、あの、感染症に関するう、なんかね、安全措置のために、80数億円 <laughs>、拒否を投じて作られたアプリだそうなんですけども、まあ、2年もしないうちにね、えー、その活動を停止するということで、何だったんだろうかと。まあ、アベノマスクより立ちが悪いなというところでございますけども、COCOA ココっていうのは、ね、知られる間もなく終わっていったってことが <laughs> ありますね。 私なんてアプリの検索すらしなかったかなっていうところもありますし多分 COCOA を搭載してもエラーとバグばかりで使えないまま終わったってことなんだと思います一体どこがこんな害虫を受けたんでしょうねそれこそ民間でスマホアプリ作ってるところの方がまともな仕事やってると思うんですけどね <laughs> まあこんな感じでテクノロジーいら進化しても結局使い手は人ですからね、うん、二足三毛の人間が使えば黄金も二足三毛になるし二足三毛のものでも 黄金の手が使えば素晴らしいメニューになってくるとといいうことですよね素晴らしい食材がなければいい料理はできないけれどもでもいいシェフがいないといい料理もできないかなってところですよねさあココアねまあ私は朝の一杯のコーヒーを飲んでますけどココアなんてしばらく飲んでないですけどね、うん、徳川家康ですか徳川家康の時代にココアがあったらあ電気がないかいっらっしゃい